時間があるのでインスタライブします。久しぶりかも、顔出るの。人形かと思ったらフィルターか、そうフィルター。なんかさ、コームがさ、なんか壊れちゃって、もうここ1ヶ月ぐらいずっとさ、このセロハンテープでさ止めたコーム使ってたんだけど、さっき買いました、新しいの。100均じゃないんですよ、これ500円ぐらいします。皆さん、大概持ち歩いてないよ、これは事務所に置いてます。明日、明後日としあさっては私服です。コームなんて100均でいいでしょって思うでしょ？違うんですよ。事務所に置いてます。インスタライブは25分ぐらいに終わります。配信の前にね、ちょっとやることがあるので。こんばんは、みなさん。髪伸びたね、伸びたよね。伸ばしてる。こんばんは。写真集のことは9時から喋ります。
9時からのショールームで話します。明日行くね。はい、ウィンブルドンめちゃくちゃ可愛かった。ありがとう。写真集めっちゃ嬉しい。ありがとう。成人式の時みたいに卒業前に髪切っちゃうとかある？え、ないないです。最近ズボン姿が多いことについて。え、そんなことないよ、今日スカートだし。たまたまじゃないですか。てかもともとね、ズボンも履くんですよ、実は。 TPO です、 TPO。 昨日の髪型付き、嘘。お羊鉄腕に出る時の、 あの髪型のこだわりとしては、あの K2 公演でできない髪型をしようっていうそういうあのコンセプトがあるので、これも帽子かぶれないんで。レッスン着、レッスン着はズボンだしね、基本的に。あとズボンだとなんかちょっとした、ちょっとしたい、なんていうの、踊りなら踊れるから。そのまま踊れちゃうしっていう感じですね。とその時々です。ナイスペンポさんがなんか X を、昨日落選だったからモバイルのクイズキシート当たってほしい、切実。当たりますように。当たったよ、外れたよ、結構たくさん聞いたんですけど、見てください、ぜひ見に来てください。12月11日、自分のレース経費を言うと、私まだ見れてないんだよね。今度私会あるから、その時に見ます。釘付けシートじゃなくても楽しめるのは当たり前。休み取ったで、ありがとう。実質どこでも食い抜きシート、まあそうなんですけどね。そうなんですよ。
ライブ配信は分かんないです。見に来てください。今季冬服買いましたか？全然買ってないよ。セトリ決まりました。セトリ決まってます。卒業しちゃうの？まだ信じられてない方が。まあ、でもみんなは7月に発表してから、あ、卒業するんだって思ってくれたと思うけど、私はもう一個ずつ、あ、最後だなって思って最後を終わらせてきたんですけど、春コン、あ、K2 でライブするの最後だなって思ってたら冬にコンサートありました。それだけ予想外だったけど、まあ、また K2 で12月にできると思ったらハッピーです。最後じゃなかったという、卒業してもエゴさんからは卒業しない。お、年末まで忙しくて楽しい。もっと欲しい。欲しがり、欲しがりだな。有給なくなっちゃうんじゃない？みんな。あと4分ぐらいで終わりますね。すごい、有給残してるの？えらい、お利口。私に使ってください有給。9時からのね、ショールーム配信で写真集ゲットしてもらったらポスターついてくるので、ぜひ。まだ残ってるか余裕。かっこいい。
浴衣のポスターだよーん。今育休中。素敵。私の希望休みは全部ゆうなちゃんのものです。イエーイ。詳しくは9時から。有給使わなくても行ける場所に家を建ててくれた親に感謝。お父さんお母さんありがとう。写真集には成人式の写真も入ってますか？入ってないです。入ってません。成人式やっても3年前ぐらい。入ってないです。海で泳いだことないんで分かんないです。寝落ちしないように立って待機してきます。あと30分。ということで25分になりましたので、ショールームじゃない、インスタライブはここまでです。9時からショールームの配信見てください。あとでね。